山修司作かもめ。東大森の老人が言った。おや、またかもめが一羽増えたようだ。どうしてわかるの？と孫が背伸びして曇った空を見上げながら尋ねた。数えてごらん。昨日は7羽しかいなかったのに、今日は8羽いる。だが孫にはまだカモメの数を数えることなんかできなかった。孫はまだ5歳だったし、カモメたちはとてもすばしっこく飛んでいたので。老人は灯台の一番高い部屋で海を見下ろしながらうとうとと居眠りするのが好きだった。若い頃には大航海時代草書や海洋冒険資料などを読むのが好きだったが、近頃はめっきり視力も衰えてしまった。もう今ではこうして孫と2人でカモメを数えることが唯一の楽しみになってしまっていたのだ。世の中には、と老人は思った。人生の上手なやつと人生の下手なやつがいる。そして私などは人生の最も下手な男だったということになるだろう。埃りまみれの書斎、若い頃船出した船の模型などを置いてあるテーブル、ほぬの。片隅のポータブル蓄音機はかすれたダミアの声で古いシャンソンを歌っていた。Les marins qui meurent en mer et que l'on jette au gouffre amer comme une pierre。 海で死んだ人はみんなカモメになってしまうのです。少年は17歳だった。少女は15歳だった。初めての船出の日、少女は必死で止めた。行かないで、別の船にして。それは風の強い日だった。岸壁のロープ岩に腰掛けて少年は笑った。大丈夫だよ、すぐに帰ってくるから。すると少女は心細くなって泣きそうになった。それをこらえて無理に笑いかけようとすると、酸っぱい果実を口に含んだような顔になった。君の髪の毛を少し遅れ、と少年は言った。それを束ねて僕の船の帆柱にくくっていこう。それがお守りになって、いつも僕と一緒にいてくれるときっと安心だよ。ずっと遠くへ行くの？と少女が尋ねた。ああ、この世の果てまで行くんだ。と少年は胸を張って答えた。僕の祖父は海賊の末裔だったんだもの。それで、いつ帰ってくるの？と少女が聞いた。1年くらい、と少年はきっぱり言った。来年の君の誕生日にはきっと帰ってくるよ。うんと金持ちになって。じゃあ、私待ってる。と少女は言った。絵を描いて、お茶を沸かして、本を読んで、沖を眺めて。どこにも嫁になんか行くなよ、と少年が言った。少し荒っぽい口調に優しさを込めて。来年の君の誕生日はきっと一緒にお祝いできるからね。そしてその夜、少女は自分の黒い長い髪を切って少年に与えた。少年の船が出て行くまで少女は笑って手を振り、一人になると台所へ行って、
ゆっくり泣いた。しかし、1年経っても船は帰らなかった。2年経っても、3年経っても少年から頼りはなかった。めっきり無口になった少女は、いつも閉じこもったままで、少年に約束したように、絵を描いて、お茶を沸かして、本を読んで、沖を眺めて、暮らした。誕生日にはテーブルに花を生け、ケーキを作って、少年と2人分の椅子を差し向かいに置き、まるで2人でいるように話しかけたり笑ったりした。少女の兄は船具屋で、骨の、ロープ、海図表などを売っていたが、無口になった少女をできるだけそっとしておいてやるように、近所の人たちに話した。だから少女はいつも一人だった。少女は海が一番よく見える屋根裏でいつも絵を描いていたが、その絵はどれも海の絵ばかりであった。カンバスに青い海と白いさざ波だけを描いて一日を過ごす少女は、夜、眠りに落ちた後で、自分の描いた絵の中の海たちが潮騒を立てるのを聞いた。少女の心はいつも後悔していたので、少女自身はもぬけの殻だった。そして村の人たちは次第に少女が発狂しているのだと噂するようになったが、少女は決して不幸ではなかった。誕生日が近づくたびに少女は化粧し、いそいそと買い物に出かけ、そして歌を口ずさんだ。10年たち、少女は25歳になった。15年たち、少女は30歳になった。村の絵の具屋は、青色だけを少女のために特別に仕入れなければならなかった。ある日、少女は窓の外で、カモメよ！カモメが飛んでるよ！と叫んでいる声を聞いた。叫んでいるのは漁師の子たちであった。港町なのにカモメが来たことのない町だったので、珍しがって子供たちは渚沿いにカモメを追いかけた。沖から来たカモメ。そう思うと、少女はとても懐かしくなった。少年が去っていった方からやってきたカモメ。そのたくましい白い翼。しかも、私の誕生日に窓へ向かって飛んできたカモメ。だが、そのカモメを見ようとして、少女が階段を駆け下りて、暗い裏口から鳩場通りへ飛び出していったとき、少女は耳を刺すような銃声を聞いた。少女が駆けつけたとき、カモメは酒場のカウンターの上で死んでいた。そして一発で仕留めたバーテンの太っちょが自分の腕自慢をしている。少女は生まれて初めてカモメという鳥を見た。カモメは死んでも翼を開いていた。死んでしまった後でカモメは一体どこを飛ぼうとするのだろう。少女はその日少し酒を飲んだ。バーボンを塩水で割ったナンパセンという荒っぽい船乗り向けの酒だった。少女は酔った。すると悲しいこともみなおかしくなってきて、履いてる靴を脱ぎ踊りたくなった。少女が踊り出すと、バーテンや客たちは皆からかい半分に囃し立てた。いやー、頭のおかしい女が本性を現したぞと、ダミ声の水夫が冷やかした。とうとう本性を現したぞ。少女は酒場の擦り切れた古いレコードに合わせて踊り、踊りながら泣き、泣きながら笑った。
海で死んだ人はみんなカモメになってしまうのです。とレコードは歌っていた。夜になると風が出てきた。そして酔いつぶれた少女はその夜水夫たちのなぶり者にされた。だが意識を失った少女は自分が少年に抱かれているのだと思い、なんだか幸福な気さえした。それが少女の生涯で知った一度の婚礼の夜だった。少女は本当に発狂してしまった。少女はやがてカモメの絵ばかり描くようになった。それはとても写実的で、絵に描いたとは思えないようなカモメであった。どのカモメも翼を広げていた。そしてどのカモメも若々しく、たった今遠い国から海の上を飛んできたばかりのように翼が濡れているのだった。一日に一羽ずつ、少女は毎日屋根裏部屋のカンバスにカモメを描き増やしていった。しかし少女はもう決して笑うことはなかった。もう少年が帰ってくるとは思えなかったし、彼女は希望という名の病気からも回復してしまっていたのである。少女は時々カモメの絵に取り囲まれて棒に振った一生のことを思い出しながら、あの酒場で聞いた暗いシャンソンの歌詞を口ずさんだ。海で死んだ人はみんなカモメになってしまうのです。カモメになれるだろうか、私でも、と少女は思った。もしかしたら翼が短くて飛べないとか、年を取りすぎて海の上を飛んでいるうちに力尽きてしまうとかするのではないだろうか。でももしもカモメになることができたら、私は沖の方へ行ってみよう。あの少年の船が去っていった遠い国を訪ねて、行けるだけ行ってみよう。そう思うと少し元気が出てきた。もしも私がカモメになっていった先に少年が生きていたとしたら、私はその幸福な家の屋根の上を何遍でも飛んでやろうとも思った。そしてある月の明るい夜、少女は岸壁の上から海に飛び込んで自殺した。できるだけカモメになれるように両手を広げて目をつむって。その夜、少女の屋根裏で無数の羽ばたきが聞こえた。不審に思った開花の女中が登って行ってみると、数十羽のカモメが窓から沖に向かって飛び去っていくところであった。そしてカンバスの中はどれもカモメが抜けていった空白だけが残って、虚しく月の光を照り返しているのだった。あれから
もう50年にもなるな。と老人は思った。老人こそは、あの夜、少女の黒い髪を帆柱に結んで船出した少年だったのだ。しかし、老人は約束通りには帰還しなかった。航海先の小さな島で、貧しさに敗れて、小さな船員食堂の皿洗いになって、住み着き、帰るあてもないまま、いたずらに月日が過ぎ去ってしまった。そしてその島で灯台森の娘と結婚し、この親となり孫を得た。それでも時々海の日差しにまどろみながら、50年前に少女と交わしたほんの取るに足らない約束を軸にして、さまざまな空想を楽しむのがただ一つの生きがいになっていた。もしかして少女が自分を待っていて、こんな空想のように悲しい最期を遂げたのならと思うと、老人の胸は痛んだ。しかし現実は多分そんなに物語に似てはいないだろう。少女も嫁ぎ、子をなしてこんな暖かい日は、カモメでも見ながら、あの若かった日のことを思い出して、微笑していることだろう。世の中には、人生の上手なやつと下手なやつがいるものだ。老人は、孫の頭を優しく撫でてやりながら、もう一度海のカモメの数を数え始めた。本当に航海向きのいい日和だった。私はロマンスなんて信じない。現実は決して甘いものではないのだ。老人はそうつぶやいた。それは真実だった。だが、老人はまだ心の奥深く、あの夜の少女を愛していたのである。